みなさんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。今回は、私が乗ってる車椅子の紹介と、あとちょっと車椅子の選び方、私がどうしてこの車椅子を選んだかっていうのをもう少しお話ししようと思います。まず私が乗っている車椅子のメーカーは、松永さんの車椅子です。去年の2月、冬くらいに一応受注が開始されて、その時の名前が LP カスタムっていう名前で、発売されてました。今は CMAX っていう名前で多分カタログとかに載っているのかなと思います。名前なんですけど、これがアームレスト、なんか肘置きみたいな。で、ここがタイヤ、泥よけかわみたいな。ここがこうタイヤの部分にかぶってるやつとかぶってないパターンがあるんですけど、かぶってないとこう漕いだ時に袖口が結構汚れやすいので、私はこのカバーをがいいなと思ってこのカバーをつけました。あとブレーキですね、タイヤブレーキと、あと足置く場所、フットレストが結構不思議な形をしていて、こうカブトムシの角みたいな形になっているのが結構これの特徴なのかなです。で、あと前輪キャスターですね、キャスターです。車椅子をしてもらうときに、段差を越えるとき、キャスター上げてください、キャスター上げてくださいってこう言っちゃうときがあるんですけど、そのキャスターっていうのがこの前輪のことになるので、もしよかったら覚えておいてください。で、あと転倒防止バーっていうバーがあるんですが、これは、取り外しができているので、私はもう取り外してます。下にこうこんな感じでついてたんですけど、これがあることによってこうちょっと後ろに体重がかかっても、これがこう転倒しないようにかかってくれるっていうバーですが、段差越える時とか結構邪魔なので、もう慣れた人、車椅子慣れた人とか、バランスの維持が結構取れる人とかはもう取っちゃってます。この車椅子の特徴としては、ここのステップに人が立っても前にこうカタンってなってこないっていうのが特徴になります。だいたいこうバランス的にステップに立つと、やっぱり重さが前にある分車椅子がこう傾いちゃうんですけど、これは立っても前に来ないっていうのがあるので、なんかちょっと安定性があるというか、そういうのがある。で、クッションですが、大体もう日本だと、もう日本の病院とか、もう車椅子の人たちがほとんど使っているこのロホクッションっていうのを使ってます。クッションカバーがちょっと汚れてて、ね、ボロボロなんですけど、中がこんな感じで、ゴムです。ここはゴムで、ここから空気をシュポ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 って入れて、なんでこういう感じで体圧分散をしてくれるようなやつになっています。まあ、前の動画でもお話ししたように、お尻の受圧がすごい大切なので、こうやっぱりちゃんとしたクッションを使います。もう一つ、私最近ちょっとロホじゃないクッションを買ったんですけど、それがこのスティムライト、合ってる、スティムライトっていうクッションです。なんで私これ買ったかっていうと、この空気なので、飛行機に乗ると空気圧が変動しちゃって、最悪の場合割れちゃうことがあります。飛行機とか乗る時があるので、スティムライトはこんな感じで、中が、ゴムというか、でハニカム構造、ハチの巣構造ですね、になってます。なんでこういう面での体圧分散に強いです。で、すごい通気性がいいんですよ。穴開いてて
通気性がいいから私すごい血汗かくんですけど、そういうお尻の蒸れにもめちゃくちゃいいのと、このままお風呂に使えるっていうことだったので、これにちょっとタオルを敷いて、出かけた先も友達の家とかでもいいんですけど、床に降りなきゃいけないっていう時にこれを使ってお風呂に入ります。で、お風呂から上がったらもうベッドに行くので、これをこうひっくり返して乾かしておくと、まあ完璧ではないけど結構ほぼほぼ次の日には乾いてて使えるし、これも洗濯機で丸洗いできるそうなので、めちゃくちゃいいなと思ってこれ買いました。結構日本ではやっぱりロフォのシェアがすごいんだけど、海外とかでは、まあ、ロフォも強いけど、ドイツとかはこのスティムライトのシェアがナンバーワンだそうです。自分のお尻に合ったクッションを探すっていうのもやっぱめちゃくちゃ大切なので、ぜひ試してみてください。でこのクッションは、テレウスっていう会社でしか日本では多分扱ってないので、ちょっと概要欄に URL 貼っておくので見てみてください。ロフォだけじゃなく本当にロフォをめちゃくちゃ推奨されると思うし、ロフォがはいいと思うけど、ロフォじゃないクッションを考えることも大切です。私クッションはね、なんかまあ2つあっても私は悪くないなと思う。それこそ漏らした時とかさ、洗って乾燥させてる時とか代わりに座るようなクッションがなかったりするから、そういう時とかは前はもうなんかベッド上でめっちゃ過ごしてたけど、クッション2個あったら1個汚しちゃって洗ってたらこっち座ってればいいしとかっていうのもあるんで、まあ、用途に合わせて自分のお尻に合わせてクッションを選ぶっていうのも大切かなと思います。もう一個、これメルローズっていうメーカーの車椅子の下にやるアンダーバッグって言います。結構ね、なんだろう、折りたたみに乗ってる人とかが多いのがネット、あ、なんかすごいベビーカーの下とかにあるようなネットをぶら下げて荷物を置くのがあったりするんですけど、私はあんまりネット好きじゃなくて、こういうバッグがそれこそテレウスにあったのを知って買いました。これ横から見るとこんな感じでボックス型になってて、中もめちゃくちゃ収納できます。これ中何入ってるの？中はこういう感じ、これあれだけど、それこそいつもリュックを下げてたのをもうちょっと最近リュック下げるのやめて、要はお着替えセット、尿取りパッド、尿取りどこが空いてどんぐらい入るか、そうこれどんだけ入ります、ピッピセットだけど、ほらこんくらいめっちゃ中広い。でボックス型じゃなくてもただのこうペローンっていうタイプとか。つけれるバッグはその車椅子によってちょっとサイズ感とかあるんで、なかなか、これを全部の車椅子につけれますよっていうわけではないんですけど、いろんな種類の形のバッグがあるので、ぜひ気になる方はテレウスに問い合わせてみてください。本当ネットよりはね、私はこういうバッグの方がすごいいいと思う。しかも男性の人たちとかはネットにめっちゃ財布とか置いてる人がいるから、マジでそれはやめた方がいいと思うし、であとなおかつこのまま飛行機に預け荷物で行けたから、なんかちょっとお得か。 LCC とか本当は預け荷物お金払わなきゃいけないけど、車椅子は預け荷物の位置に入らなくて、でもこのバッグは車椅子と一緒っていうあれがあったから、なんかちょっとお得感があったんで、こんな感じで、マジでこのメルローズのバッグは超おすすめです。なぜこの車椅子を選んだかっていう理由がありまして、